皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にとって一つだけのチーム作りをやるために完全に新しいチームが出来上がります。はい、アルジェリアのジラスですね。スピード、ジャンプ力、ですね。はい、非常に身体能力の高い選手ですね。オーストラリアのレッキーとガレス・ベールがいますね。もう説明不要のね、はい、最強クラスのウィンガーですね。イタリア、クリスタティン、コスタリカの選手、エクアドルの選手、アルゼンチンのセンターバック、ドイツのセンターバック、もうなんか見慣れたメンバーですね。オーストラリアのサイドバック、ナイジェリアのセンターミッドフィルダー、強いですね。フットワークが非常に軽いですね。攻撃的な要素が強調されてますね。で、キーパーはオランダのシレッセンが入ってます。で、控えが、オランダのサイドバック、ウィドシッチ、冨安、三浦玄太。なるほどね。どうしますかね。フォワードジラスで確定ですね、これ。まあ、ベイルをあれにしてもいいですけど。いや、強い。悪くないけど。これどうしますかね、これ。まあ、プレッシング、ムスタフィ、サイドバックだな、でも。はい。冨安入れて。いや、この辺も悪くないですね。交代要員で全然入ってもらっていいような。いや、でもな、どうしようかな。まあ、ダブルにする必要があるかどうかですね、ここ。これでいきますか。はい。まあ、この辺の選手に入ってもいいかもしれませんね。何が起こるか見てみたいと思います。あ、ここプレッシングマンだな、でも。はい。あ、で、中盤。この人入れますか。ね。はい。で、ビドシッチと。ちょっとね、中央に圧力をかけた形の左のダブルですね。まあ、比較的よくやるフォーメーションですけど。アルジェリアと。はい。ダブルにする必要があるかどうか。はい、キープして、真ん中フリーですね。ジラス、シュート、はい、キーパーと。今ね、キーパーが良かったですね。レッキーの強烈なミドルシュートはキーパー正面。はい。うん。欲しいですね。冨安のミドルシュートは枠上ですね。はい。クリスタティンボールキープ、ギャレス・ベールと。前方にスペースあるんでね、これはもう、はい、突き破った形ですけど、アルジェリアのキーパーがね、だいぶ優秀ですね、今のところ。はい、ヘディングで。うまくね、後ろに反らしてはいるんですけどね、決まりきらないですね。はい、ギャレス・ベール、ファーサイド狙います。これはちょっと無理ですね。はい、レッキー狙いですけど。はい。クリスタティン、奪われて、冨安が対応すると。折り返して、ジラスのヘディング。ちょっとね、ヘディングを対応してますね。まあ、アルジェリアはそこまで身体能力高くないんで、ヘディングでいけそうですね。ジラス、レッキー、ニア抜きと1点ですね。はい。左ね、荷重かけてますけど、レッキー1人で十分対応できそうなんで、ダブルにする必要はなかったかもしれませんね。ギャレス・ベールいきます。で、ジラス、シュート1点と。はい、うまいですね。ジラスね、前取って、ボディコンタクトが強いんでね、ちょっと前取られると、後ろからね、ボールダッシュできないかもしれませんね。はい、レッキーに対してパス。うん。はい。レッキーからジラス、ヘディング、一回折り返して、ジラス。はい、冨安のミドルシュートはシュートブロック。最後はガレス・ベイルの強烈なシュート、キーパーですね。はい、今入ってもね、おかしくない角度だと思いますけど。これファー狙いたいけど、無理かな。もう狙いましたね。はい。珍しい形。後ろに反らして、今ね、コスタリカガンボアがフリーだったんで、手前でね、ニアで受けて、後ろに反らして狙ったんですけど、うまくいきましたね。はい。サイラー知ってますね。ここもテクニックありますね。ファークロス、真ん中ですね。レッキー。はい、クリスタティン、真ん中。いや、オフサイドか。はい。だいぶね、イージーな攻め方してますね。うん。はい、3-0 ですね。やっぱりね、ここが若干もったいないかなっていうところがありますね。で、ディフェンスね、これ以上、まあ、落とせないぐらいなんで、攻撃をね、より、適切な場所に配置してね、真ん中に攻勢強めて、より、さらにね、得点を狙っていきたいと思います。そのためには、まあでもな、ベイル、レッキーですかね、やっぱり。ウィングバック単独できますか。さすがにちょっとね、これはもう外すのもったいないですね。どうしようかな。三浦玄太入れてもいいけど。まあ変えることもないですけどね。あ、まあ、スタフィーか。もう一人ぐらい。この人ですか。そうですね。ここ変えますかね。真ん中でやっぱりね、プレッシングが効いてそうなんで変えるともったいないですけど。はい、ここ変えます。で、これでいきますか。ちょっとね、真ん中ダブル気味にしてね、構成強めてますね。多分うまくいくと思いますけど。ジラスのプレス。はい、ここやっぱりね、ガンボーが相当効いてますね。はい、ウェールの単独の、やっぱりウェールウィングですね、これ。はい。もう完全にね、1点の形作ってますね、簡単に。スリバニ、ムスタフィ。はい、奪って、ジラス、ガレス・ベールと。真ん中フリーですね。体で受けてシュートで1点と。はい。今ね、レッキーの動き出しが非常に良かったですね。コスタリカのセンターバックね、ついてこれなかったですね。ナイジェリアのプレッシング。はい、フェグリー。スリマニに対してムスタフィ。はい、奪いましたね。レッキー、ジラス、キメネス。ギャレス・ベール使います。で、ここのね、スペースをえぐっていきます。クロス、ちょっとターゲットがいなかった。はい、冨安のヘディング、シュートは枠上ですね、また。まあね、冨安あんまりシュート決めてるイメージないですからね。ウィングバック使います。いや、ちょっと、スピードはそんなないのか。ジラス、いや、うまいですね。はい、強烈なプレッシングですね。ギャレス・ベイル、強烈なロングシュートは枠上ですね、また。あ、今ね、非常に強力なシュートでしたけどね。なかなかターゲットは定まんないですね。はい、ベール使います、また。切り込んで、今度ニア狙いますけど、キーパーですね。キーパーがね、よく守ってますね、アルジェリア。冨安のミドルシュート、今度はキーパーですね。はい。はい、ムスタフィー、レッキー。いやー、強い。ここプレッシング強いですね。ガンボは。冨安奪って、ギャレス・ベール一回戻しますか。で、また、いやー、これ危ない。今のはダメ。はい、スダルに対して、はい、なんとかね、守りきりましたね。ガレス・ベルが行きます。当てて、落として、シュート。はい、流れはね、いいですね。うん。さあ、もう1点。最後、ベールで1点ですか。いやー、キーパー。当たってますね、本当に。取れないか。ファークロス、ジラスヘディング。終わっちゃった。というわけで 4-0 ですね。はい。まあ全体的にね、やっぱりアルジェリアがちょっと守りきれてない形でしたね。こっち個人技が非常にね、目立っていました。特にね、まあガレス・ベールね、説明不要ですけど、なかなかね、ベールを止められるような、ワールドカップのね、チームというのは、現状でも存在しないかもしれません。ベールが非常に活躍したの、2014年でしたっけね。はい。ギャレス・ベール一人でね、チームを、前に推し進めたようなね、まあ、あれからね、もう5年、6年経ってますけどね、はい。まあ、あとレッキーのスピードもね、なかなかアルジェリアディフェンダーが対応できないところだったと思いますね。やっぱりね、足が速いっていうのはね、なかなか、カバーリング関係だけでね、防ぎきるの非常に難しいところもありますね。はい。どうしても、裏のね、突破っていうのは、完全には防ぐことはできないと。加えてね、今回フォーメーション中央に圧力かけて、よりね、真ん中から、ね、勢いを縦に早くね、攻めるような形作っていきました。アルジェリアとしてはね、もうチーム全体がね、スピードを持っていて、1対1でウイングも勝負できて、真ん中にも圧力がかかっている状態なんでね、守るのは難しかったかもしれませんね。で、今回コスタリカのガンボはですね、非常に効いてました。特に守備フェーズでの活躍ね、目覚ましかったですね。やっぱりセンターミッドフィルダーの真ん中あたりにプレッシングマンがね、一人いると、それだけでね、チームの守備が非常に安定するというかね、守備が安定して、で、ボールダッシュがね、明確に増えるんで、攻撃の回数も増えますね。だから、やっぱり、まあ、ミッドフィルダーの真ん中っていうのを、ディフェンスにいい選手をね、配置した方がいいのかなってね、今回見ていてね、やってみて思いましたね。まあ、あと、まあ、全体的にセンターバック、こっちあんまり出番なくて、冨安がよくね、ストップしてましたね。で、非常にね、足が速いんで、冨安に関して言えばね、裏抜けにもしっかり対応できて、あと体も大きくてね、身体能力も高いと、本当にね、隙のない選手なんでね、ここを攻略できなかったですね。非常に優秀な選手ですね、本当に。で、まあ、あとプレッシングライン。まあ、やっぱりガンバーに支えられた部分があるんじゃないでしょうかね、今回は。このね、センターミッドフィルダーの、両サイドね、攻撃的な選手でしたね。まあ、真ん中にね、やっぱりいい選手1人入るだけでプレッシングの圧力増すんでね、両脇に、まあ、攻撃的な選手を置くこともできると。あと、トップ下のね、選手も良かった。やっぱりここに1人いるとね、まあ、ハイプレス、真ん中ね、センターフォワードかわされた時に、1人ね、余力があって、センターミッドフィルダーの真ん中、今回は、プレッシングの中心となってね、コスタリカの選手を残して、ハイプレスに行けるんで、ですね。だから、まあ、1人プレッシング、第1プレッシャーに行っても、まだ3枚残ってるっていうね。だから本当に硬いですね。これフォーメーション的にはいいんじゃないでしょうかね。トップ下を1人配置して、プレッシング的な役割を担わせるっていうのはね、そういう効果があると思いますね。というわけで、全体的にね、まあ、かなり内容的には圧倒した感じだったと思います。フォーメーションもね、まあ、これもね、結構やって、やり慣れたフォーメーションですけどね、まあ、細かいところまだまだ発見があるんでね、これからも使っていきたいと思います。というわけで、サッカーアルジェリア代表相手に4対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。